で、だけども日本がこうガタ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 あのまだ利権を続けたいからこう抵抗している状況なんですけど、まあこれはもうほぼ不可能であると。で、IOC があのー、日本側がどうしてもですね、まあ納得をしないので結構無茶な条件をですね、突きつけて、まあ中止にもう中止を飲み込ませようとしているなという動きもあったので、まあ今日はちょっとそのあたりをですね、紹介していきたいなというふうに思っております。えー、あと、 最近ね、いろんなグローバルなメディア、えー、ルモンドとか、あの、ブルームバーグとか、まあ、ドイツの国営放送とかにも取り上げられた本間さんなんですけども、うん、ちらっと調べてみたらですね、えーえー、韓国の中央日報にも、あの、取り上げられていて、いや本当に面白いなというふうに思っております。で、さらに、えー、本間さんにですね、なんか何個か連絡があってですね、えー、組織委員会で働いていますと。 いうふうに、内部情報をこれからいくらでもお伝えしますというふうな連絡が、あの、どしどしと来ておりますので、えそろそろですね、これを見ている組織委員会の方々もですね、内部情報をどしどし本間さんにもっと、もっと欲しいなというふうに思っております。そんなわけで今日もよろしくお願いします、本間さん。 どうもよろしくお願いします。いやー、この、ジョン、コーツさんの、あの、お、ちーちゃん、どうもどうもどうも。<laughs> <laughs> コーツさんのね、あの、皆さん、うんあの、バッハさんばっかり注目をしてますけども、えー、組織委員会のジョンコーツさんという人と、 まあ森さんがですね、えー、話をして、で、まあその話が記事に日刊スポーツに出ているんですよね。で、コーツさんっていうのは、まあバッハ会長例えるのであれば、あの、一番のその社長みたいなもんで、 実際の現場のそのトップだったんですよね、うん、このコーツさんが。そうそうそう。はい。うん、で、そのコーツさんが、あのー、まあ、あれですね、えー、副社長にこの就任して、まあ、現場取り仕切ってんのはこの人なんですけども、うん、その IOC が、その、うん、これ開会式かな、うん、開会式の入場振興における参加者をですね、うん、組織委員会側が、えー、75%減らそうよというふうに言ったけども、うん、コーツさんとしてはいやいや、そこは、 伝統に乗っ取って、うんぬん,ん,ぬんの効能とかっていう風にこう言っていて、うん、なんか、えー、私これまず思ったんですけど、え、バッハさんと言ってることは違わんくねっていう風に、うん、IOC の会長は安心安全ね、あの観客も削減、うんうんとかっていう風に、なんかそれがいっぱい報道されてますけど、現場取り仕切っている、なんかコーツさんは、いやいやいや、もう開会式は全員入場だっていう風うにこう言ってて、 これって何、何あの、もうそんなことしたら大変じゃないですか。うん。ね。で、そんなふうにしたら感染拡大もするから、なんでこんなこと言うのかなって思うんですけど、私はこれもう IOC 側としては、こう、う無茶ぶりをこうギぎゅっと押し付けて、もう中止って言ってっかなっていうふうに、こう、もう押し切ろうとしてんのかしらっていうふうにも感じたんですけど、うん、本間さん、どう思われましたこの件が、うん。だからやっぱり、あの、 開催にそんなに、なんていうの真剣には考えてないっていうことだよね、まあそうですよね。社長と副社長が違うんだし。そうそうそう。だから言ってることがバラバラだしね。うん。言ってることバラバラだし、その、一応ほら、もし話の整合性つけるとしたら、やっぱり開会式と閉会式を簡素化するっていう流れになるのは当たり前なんだけど。 だけど、んーと、ほら、やっぱり開会式と閉会式が一番そのテレビ的なね、うん、あの、映、ね、り方、イベントとしてはね、うん、どうしても必要だと。うん、だからそこの見栄えは落としたくないと。うん、で、一応なんだっけ、開会式、閉会式は2時間ずつだったかな。うんうん、2>, 2時間か3時間ずつテレビの時間が取ってあるけで。うんうん で、それが短くなっちゃうと、またあの、うん、広告、CM 代がね、うんうん、消えていくので嫌だって、うん、まあいろんなことを考えてるんだろうけど、うん、あのー、やっぱりバッハとそのコーツのその足並みがね、うんうん、あのー、揃ってないと。うん、ってことは、そんな真剣に話し合ってなんかいないんだろうなっていうね。で、バッハはバッハで、うん あの、なんとなく、耳障りのいいことで言って、うん、でも、細かくやると、えー、コーツの言ってる通りになると。うん。<laughs> っていうさ。何なんだろうね。あ<ー>、まあ、や、っぱだから、どこまで真剣なんだよて。別に真剣じゃないんだよっていう話で,、ねうん、で、バッハさんも結局、なんか、国立、新国立競技場を見てね、 あの、あやっぱり、うんうん、アスリートにとっては人生にとって大きな経験になるから、開会式って全員来ないとダメだよね、みたいなことをですね、<laughs> こうなんか言ったりとか、いや、うん、お前、記者会見で、あの、安心安全を優先とか言うてたけど、どうなんのそれっていう。なんか。ね。 何も考えちゃいないのよ。むちゃくちゃですよね。ねえ、ちいちゃん。どう思いますかもねえ、ちいさん。IOC は鳥以下なんじゃないかと。もう、ちいちゃんに失礼かもしれない、それは。いやー、これ、なんでこんなむちゃくちゃなんですかね。ねえ。だって、結局ほら、あの、昨日も言ったかもしれないけど、その、あの、今回のその来日には、えっと、w a あ、ごめんなさい。あの、はい、IOC のね、うん、医療部門の責任者は来ていなかった、うん、で、そもそもコロナ対策が一番の命題だったはずなのに、うん、そこに IOC の医療責任者が来てないっていうのは、うん、やっぱどう見てもおかしいでしょう,っう、ねうん、だって結局、ほら、コーツにせよ、えーバ、バッハにせよ、うん まあその文系っていうかさ、セールスマン代表なわけじゃん,ん,、うん。で、セールスマン代表、要するに口先がうまいセールスマンが2人来てて、うんうん、で、でも医療責任者のトップは来てない。うん、で、医療責任者のトップは来てないけど、うん、あの全く同じ時期に、うん、あのウォール・ストリート・ジャーナルで、うん、あのワクチンなんか間に合わねえからワクチンなしになるな、みたいな。うんうんうん ことを平気で言って、別にそれはそのあの医療責任者来てないじゃないかっていうふうにあのウォールストリートジャーナルでもあの言ってるぞっていうふうにですね、こう我々取り上げましたよね。うでそしたらですね、あの日刊現代さんが早速それを取り上げて記事にしてました。あええな、あええなっていう。あええな、もう毎日見てるなここ。あのなんかね。 えー、海外メディアはばっさり国評しまくってるっていうふうに、日韓現代さんには出てて、うんえー、森会長裏金疑惑で追及っていうふうなのと、まあ、あの、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは東京五輪、あの、ワクチン、東京五輪米選手団はワクチン当てにセンスと、ワクチン開発が進んでるけど、あの、アメリカのオリパラ委員会の最高医療責任者オリンピックとパラリンピックがやってくる頃にワクチン接種を受ける人は、 おそらく世界のほんの一部で、東京大会はワクチン接種なき世界との大会になると、コメントを紹介というふうにこう言っていまだから、やってること、言ってることでやってることが、もうとにかくはで。うん、うんまあ今の日本の政府と一緒、GoTo、うん、キャンペーンはやるけど、うんうん、自粛してなみたいなね、うん、まあそれと同じことだと思うんだけど、うん やってることがみんなバラバラで、だからそんなに、つまり、開催に何が何でも開催しなきゃって、思ってるようには見えないっていうね。そうですね。ただとにかく、サルドモンをやりたいって言ってるから、ええって。やれるところまではやらせてみようっていうさ。ただまあ、バッハとしては、まあ、コーツも同じ立場だけども、 一つやっぱり大きな、なんていうんだろう、あの、疑念、心配事はね、うん、やっぱ東京大会がもしオリンえっ、ー、と、コロナが理由で潰れるとすると、うん、そのわずか半年後にやってくる北京がどうなるのかっていう。うん、まあそうですね。そこはすごくやっぱり彼らにとってはまた、 うん、大きい、うん、まあほら、夏、冬、両方ともいっぺんに潰れるってなると、うん、これやっぱり IOC としても、まあ、すごい打撃だよね、これ、ね、いやー、打撃ですよ、うん、それは。これはとんでもない打撃になるわけで、うん、あれ、北京の次の東京オリンピックって、いつになるんだっけ東、東京オリンピックって、まあ、要するに東京も4年ごとだけど、はい、あれ、どこになるんだったっけ えー、2025年、冬季オリンピックは、えっと、あ、2026年か。うん。あ、そうだね。2026年冬季オリンピックは、イタリアですね。ああ<ー>。うん、あ、合同開催だっけイタリアとどこかの。えっと、<の>イタリアと、えー、イタリア・ミラノと、えー、コンティナ・ダベッティオ。 いいうところのつでやるるみたなほどねまあだからそこまでしか確か決まってないはずなんだよね。うん、で2030年が決まってないから、うん、札幌が手を挙げればっていう話になっているんだけどでまあもちろんまだ決まってないけどね、うん、手を挙げられるかどうかは決まってない。うん、けれどもうーんとその北京 とりあえずまず北京が2022年の1月にあるわけで,、うんで。そうすると、2021年の7、8が潰れた後に。2022年ですよね。そう。え、うん、違う違う。東京オリンピックは2021年じゃない。1年。1> 来年だから。はい、来年や。やったとしてや、はいやったとしてやうん、うん、その半年後の2022年の1月に北京オリンピックが来る。っていうね。はいうん、すごい間隔が短い。うん だから、東京オリンピックがコロナで潰れるとなると、うん、まあ、北京も共倒れになる可能性はゼロではない。十分あるでしょう。十分あるよね。うん、だからこれもやっぱりまたワクチンによると思ってる。うん、うん。そのワクチンがそもそも、その、その、えー、1月までに効果を発揮しているのかどうか。うん、で うん、やっぱりもっと、うん、懸念材料としては、はい、また冬だから、うん、その冬になればそのまたウイルスが活性化するっていう,うん、うん、一番条件としては最悪の条件の中でやらなければならないその時に、えー、だからこれもまあ来年の話になっちゃうとあれだけど、うん、来年の秋冬にヨーロッパとか、うん どうなってるかっていうんだよね。うん、まあ来年の秋冬もやっぱりヨーロッパそのウイルスね、うん、少しはで出回ってるけど効果がなくってやっぱりロックダウンかーってなってたら、うんうん、これはもう。ウイルスというかワクチンがっていうことですよね。あそうそうそう、はい、ワクチン少し出回っていたとしてもさ、うん、その少し打った人がいるとか、レベルであっても。うんうん、だって多分そんな少ししか打ててないんだったら役に立たないわけだから。うんうん だから、うん、それがどうなるのかっていうのは、うん、もう中国側も気が気じゃないよね、きっとね。うん、だからできるならば、東京オリンピックをなんとか振り切ってやってもらえればね、うん、東京オリンピックも大変だったんだよ、大変だったけどやったんだよっていうさ、うん、ってことで、あの北京側もすべてを振り切ってさ、うん、ああいうのも、ね、中国なんてさ、いくらでも金かけられるわけだから。うんうん もう全員、あの、観客もあの、宇宙服着せちゃって。<laughs> ねえ。うん。あ俺ともう観客の皆さんにも、あれ、この、あの、完全防備のこの、えっ、ー、と、防護服をお配りしますみたいな。中国なら何とでもなるじゃん。うん、やるか、うん、やりかねんね、うん、やると決めればね。うん、やると決めれば。 やらないって決めたらすぐバーって全部解体して、さらちにしういって、<laughs> さらちにしちゃってさ、うん、え、なにそ,そんな予定もなかったけどみたいな。うんうん、北京五輪になって。うん、まあでも、だからそこだよね。その、うん、中国側のその、思惑ももちろんあるけど、うん、やっぱり IOC としては、夏、冬連続して潰れるっていうのは、うん、これはやっぱり歴史上ないことだからね。うん、うん。だからちょっと、 東京、あれだけど、冬だけでもなんとかなとは思ってはいても、あの、ほら、冬のオリンピックって、あのー、夏以上に、ヨーロッパ勢が中心だから。うん、ああ、なるほど。選手が。はい。これ間違いない、ね。うん。よね。いわゆるノルディックスキーとかなんとかってあるでしょあと大回転とかいろいろあるけれども。うんうん あれやっぱりだって強いのはやっぱり北欧勢とかさ、うん、フランスとかイタリア勢が強いわけですよ。うん、で、その連中が全部出れないとなるとね、うん、これあのー、冬のオリンピックはさ、東京オリンピックと違って東アジア選手権にできないから。うん、確かに。うん。アジア、アジア国だけでやろうとかさ。うんうん アジアプラスアメリカがいりゃなんとかなんじゃんっていうレベルは全然違うから、うん、冬だから、冬、来年の冬にヨーロッパの感染がどうなるかでも、うん、もちろん決まるんだけど。ちなみにね、あの、新華社っていうのあるじゃないですか。うん、中国のまあ、うん、大手の、まあ、ね、国営のね、まあ、あそこは国営ばっかりだけど、ね、あそこの記者さん一人実は知り合いがいて、うんうんうん ほ、あの、ルモンドでも取り上げた。うんうん、ブルンバーグでも取り上げた。ね。えー、まあ他にもドイツ国営放送でも取り上げられた。ね。今時の東京オリンピック中止を言っている本間龍さん、よろしければ取材してみませんかって送ったんですよ、実は。うん。そしたらです。そしたら、うん。ちょっとうちでは難しいってわざわざ返事がありました。うん。うちでは難しい。うん。なんだろう。 あのー、あれかな、あのー、時々、ほら、うん、えー、あの国を揶揄してたりするしてるからかな。いやいや、それは関係ないと思うんですけど、うん、あのー、多分あれなんじゃないですかね、やっぱ北京オリンピックが潰れるのが、国、中国としては嫌だと思うんですよ。もちろんそうだよね、うんで。だからそこをあんまり厳しく言われるのは嫌なんだろうな。うんうん でもさ、お得意の、あのの取材するだけ取材して記事しなきゃいいだけの話やんね。まあね、まあね。ちょっとうちでは難しいというふうには言われましたよ。ええ、でもちゃんと返事が来るんだ、偉いね。ね、ちさんね、偉いね。しかもね、えっと、とメール、私がどうって送ったら、10分後に返事があった。うん、すごいな。もうそんな10分であれなんだ。 シュウ君に聞いちゃったんだ。いやいや、さすがにこの記者の方が、あの、習近平さんに、どうも、ほんまりを出していいと聞いてた。怖いよ、逆に。俺、ビビるわ、それ、さすがに。それは怖いわね。そうか。ちょっと残念だけど、まあ確かに、あの、当然ほら、話したらさ、いや、北京五輪もやばいんじゃないのって話になっちゃうわなっちゃうから。なっちゃうからさ。 ちょっと進化者さんとしては中国的には厳しいんじゃないかな、今、本間さんも、ね。これ、あの、北京オリンピックじゃなかったらっ。たうん、東京オリンピックの話だけだったら、ね。うん。で、うん、北京オリンピックが、あの東京オリンピックの後に冬季でなかったらですね、もうボロクソに、あの、取材して東京のことを書いてくれたんじゃない <laughs> まあ、それが単に忙しかったかどうか知らんけどね <laughs> うん。 でもそのうちでは難しいっていうさ、うん、うちではっていうのがなかなかこうあのー、含みがあって、面白いいじゃないあの正確に言うと、ちょっと調べてみたけど、今回はちょっと難しいっていうことなんですけど、うん、まあだから、うんうん、そっかーって、うんまあ、でもやっぱり、でも考えてみたらね、北京オリンピックまで潰れたら、中国的には嫌だから、まあ、そういう思惑はあるでしょうね。うんうん 今も当たり前だけど、準備してるからさ、もちろん潰れてほしくはないわけ。で、そりゃ中国は中国で、国を挙げて成功に導こうとはしますよ。そりまあ、あの国だからさ、何でもできるからね。もう、あの、前後1ヶ月、前後というか、オリンピック前1ヶ月はさ、もう完全封鎖しちゃって外人入れないみたいなね。 あの国ならばできるわけでさ。うん、うん。で、コロナ患者見つけたら全員、ほら、あのシベリア送りにしちゃうとか。<laughs> それは、ちょっとソ連と混ざってますよ <laughs>。<laughs> <laughs> ああ、そっか、それはソ連それはソ連です、それはソ連です。う,んうんうん、うだから他、ね、ほかはね、でも似たようなことでもできちゃうわけでね、あの国ならね。うんうん、だから、あのー、まあ、これは必ずやろうとするだろうよ。うん、だけど、 だけど、オリンピックって、うん、その、ね、東京オリンピックもそうだけど、うん、参加する人がいなかったらさ、できないから。そうですね。いくら、でいくらその、うん、東京だの北京が力んでもさ、うんうん、選手来なかったらできないからね。ま無理ですね。うん、それは。うん、で、いくらさ、まあペ、東京はともかくとして、北京で中国がさ、うん あのー、圧力かけるの得意って言ったって、うん、えー、ヨーロッパの選手たちにさ、一人一人に圧力かけててめえ絶対来いってできるはずもないもんね。さすがにね。うん、できないよ。うん、うん。できないから。うん。だから結局は、うん、いくら力んだとしても、うん、コロナがその頃、もしまた今みたいに、うん 今みたいになって、今ヨーロッパ、うん、ほぼ全土ロックダウン状態なわけじゃない今みたいになってたらさ、うん、ほんとオリンピックがあと2ヶ月後にあるんですけどって言ったって、誰も来ないよね。来ない。まあ練習できないし、練習ももちろんできないしね。うん、うん、だから、で、でも、ただ一筋の希望としては、うん、東京はそんな中でもやったじゃねえかっていうさ なんかこう、中国にした珍しく東京を思いっきり持ち上げ、日本を思いっきり持ち上げて、<laughs> 日本頑張ったじゃないかと。みんなに、あの時も大変だったけど日本に行ったじゃないか <laughs> そういうさ、あのー、錦の見渡みたいに、使いたいなーって思ってると思うよ。 だから、やっぱり東京はなんとかやってくれるといいよな、みたいなね。うん、それは北京は絶対、中国は絶対そう思う。うんうん、で、うーん、IOC も、うん、そうは言っても、まあ、物理的に言えば、もうほぼ東京って無理だと思ってるけど、も、うん、<laughs> でもなんか、猿が一生懸命さ、うんうん、踊りたいって言ってるからさ、うん、それは強制的には止めない。うん,うん。うん なんか奇跡が起きて。うん。なんかいろんなことがこう、なんかなんとなくこう、奇跡が起きて、こう、のらーり、くらーりやってたら、うんうん、なんか、あれってって。あれ開会式まで来ちゃったじゃんみたいな。うん、<laughs> あれ神風吹いたじゃん <laughs> みたいな。<laughs> そうそうそう。うん、そしたら、あの、本番中に本当の神風が来てぶっつぶれるってね。うん <laughs> 台風がそう、まあ。ちなみにあの、<だ>猛虎襲来の時も地元の武士たちがめちゃくちゃ死んだ後に神風になったわけで、ね、別になんか何も戦ってないうちに神風がやってきて、あの、バーって流されてって、一人も死んでませんって、<laughs> そんなことないからね。だから、あれだって、地元の住民とか、あの、現場の武士たちが打ち死にしまくった後に、あ,あ、あ,あ、 神風吹いて台風でどっか流れてった、ああよかったっていう話だから。そうそうそうもうあれでしょう、うん、もうやばいと、もう本当にもうこれは本当にやばいと思ったら台風来たんだよね。だから、うん、こういう、そ今回も神風期待してるってことはボランティアは死ぬわ。IOC とか組織委員会みたいに守られてる人以外はみんな死んだ後に、ああ、できたできたよかったよかったって。いやー。うーん。<laughs> でですよ無理でしょそれは、うんまあボランティアをもう少し細かく言えば、うん、全ボランティアの約1割が海外からのボランティアなんだよね、うん、つまり、えー、と8万人、えー、とボランティアって2つ種類あって、はい、大会ボランティアと都市ボランティアがあって、うんうん、大会ボランティアが8万人、うん、都市ボランティアが3万人都市ボランティアは、まあ、ほぼあの東京,これ東京都の管轄で、うん で何やるかっていうところは、要するに街の中に立ってて、うんうん、あの道に迷ってるあの外国人に道を親切に教えてあげるっていうお仕事がメインなんで、うんうん、まあこれは多分日本人、うん、ほぼ日本人だと思うね。で、あの8万人のうちの約1割が外国人だと言われてるんですよ。はい、だからそのうち8000人ぐらい、うんで。こんなのも、だって、普通に考えて来れないじゃん、だってね。うんうん オリンピックだ、っつった。うん、だからその8000人の欠損をどうするっていうふうに思っているのかなーってね。うん、あの、当然今、組織委員会の中では問題になってると思うよ。うん,うん、うん。あの、ま、あ日本在住の人の、外国人だったら別に問題ないけども、うん、うん、うん。あの、海外から来る人たちいるから。うん。で、そういう人たちに限って、すごく専門性が高いと思う。うん、なるほど。 あの、オリンピックを何回も経験していて、で、現場慣れしていて、それで通訳もできるとかさ。なるほど。着物の人たちなわけですね。う,う,うん、うんで。そういう着物の人たちが来ないと。うん。というか、来れないんだな。うん。っていうふうになっているのをどうしていくのか。うん。まあ、それとやっぱりさ、こんだけコロナがあだこだってなったら、もうね、あの、今のところね、ボランティアの自退者って1割ぐらいしかいなかったって言ってるのよ。 うん、九月の段階ではなんか一パーセントとか言われてましたそうそうそう。あ、ごめんごめん、一パーセントしかいなかった。で、でも検討、検討してるっていうのが二割。そう,そうそうそう。うん、でも九月だからね。そまだわかんないからさ。じ、うんうん、あのあの九月ってまだ日本だって感染ほとんどね、うんうん、まあほとんどっていうかかなり鎮静化してたんでしょ。それがさ、こういう状況になってきて <で>うん、さらにもっと増えている状況の前でどう思うか、うんうん、あと、実際に本当に本当にさうーん例えば、なんかのらーりくらーりといって、うん、なんか6月とか7月ぐらいまで行っちゃって、うん、で,でもやっぱり患者いいっぱの患者はいっぱい出てるけど。うん 本当にやるかどうかっていうさ、うん、決断のあの前に立ったら結構ビビるよね、やっぱね。いや、そらそうでしょう。うん、今アンケート取ったら自体の人増えると思うよ。増えるよね。うん、うん。絶対増えるよ。うんで、ね、これ基本、これ大事な話だけど、うん、もしコロナで倒れたとしても、うん、えっと、国書、うん、国書対策としては、うん 一応保険を用意していたんですよ。ボランティア保険ね。はい。で、ボランティア保険って一応熱中症もあの対象に入ってるんです。うん、ただ、えー、あれですけどね、あのー、後遺症は入ってないけど、うんうん、その時倒れてどうだったかとか、その時のお医者さん代は払うけど、うんうん、例えばあれは、あのね、何年も後遺症が続く時があるんで、うん、でそれは全然対象外。うん でじゃあ、コロナはどうなるのかっていうことに関しては、まだ何も発表されてない。うん、あの組織委員全然そんなこと考えてもいないわけですよ、今、うん、のところはね。だからこれ、本当、それも問題になってくるじゃないでしょうね。うん、オリンピックのボランティアをやっていて、コロナにかかるというのが、これは自己責任なのか <laughs> いや、自己責任じゃないだろうっていうね。<laughs> だってそれはただで来ててさ、一生懸命お手伝いしてさ、コロナにかかりました。うん、いや、お前のせいだからって。それはさすがに。<laughs> そんな条件で雇えたら、そゃもう、そりゃあいいけど、そら無理ですよ、さすがに。<laughs> 無理だよね。だって普通の会社で、皆さんちょっとまずそもそもね、おかしいなって思ってほしいのが、ほら、K1 のイベントとかさ、 ライブのイベントとか開催したらさ、うん、めちゃくちゃ叩かれてたじゃないですか。うん、ね。で、主催して観客にコロナが出たらどうすんだとかって言われまくってたでしょ。で、世間でボカスカに叩いてましたよね。うん、で、メディアもそうやってたけど、平和のイベントってそんな1万とか5千人とかしか来ないのに叩かれていたのに、オリンピックは観客が500万人とか来るのに、全くそれについて触れられないって本当変な話ですよ。 例えばこうやってコロナが、ね、感染している大変な状況の中で、例えば飲食店で働いている、あるいは現場で働いている方々この動画見てると思うんですけども、でコロナにかかっちゃったと、でそれでなんか社長が、はあ、お前の責任やろって、もし言ったらさ、暴動だよ、少なくとも労働基準監督署に訴える<働>うんでもオリンピックの場合はさ、労働基準。 そもそもその労働契約結んでないから、<ー>労働基準監督署の管轄外だからね、うん、な、うんあーだけどな、これく、つまりさ、うん、わざわざ感染する危険性の高いところに、自ら志願してさ、うん、突っ込むっていう、そういうことだからね、これ、オリンピックのボランティアってね。あのー 感染しても大丈夫か文句は言わないな遅れのために頑張るかってっは遅れのために噴骨最新東京五輪のために特攻いたします <laughs> みたいな、多分こういう人たちじゃないと無理ですね。まあそういう扱い、だって、あ、そういう扱いされるわけだから。まあそうですね。うん。コロナにかかっても自己責任いいんですけど、いいですかって。<laughs> いいですかって聞かねえだろ、普通っていうさ。<laughs> まああのー、本当怖いと思うよ。でもそういう人たちがいまだに、まあ、9月の段階だけども、一定数いるわけですよ、ね、いるいる、うん <coughs>、だからそれがね、ーでもな、まあ、やっぱり土壇場になったらさ、やっぱほら、周囲の人間、止めるでしょ、<laughs> まあで<ね笑>親とかさ <laughs>、ねはコロナた、コロナ関係なく東京五輪のために、遅れのために尽くします、特効いたしますとかっていうふうに言ってても。 あの、奥さんとか、あるいは子供が、ちょっとやめてよって、<laughs> あなたがコロナに感染したら、この街で私たち暮らせないわよとかって、言われて、<laughs> うるせえっつって、俺はコロナ関係なく送るために尽くすんだとは言わんやろ。まあ言わないと思うけどなあまあなあ言うのかな <laughs> あるいはもう家族総出で、<laughs> 我々はっていう人も、たちもいるかもね。 ゼロじゃないけどさ、うん、人数は少ないと思うけどな、ね。う,ん、うん、だからそういうのってね、やっぱボランティアの問題一つ取ったってさ、うん、やっぱりこれはあんた普通はないだろうっていうね。うん、まあやっちゃダメですよ。うん、だって、それってさ、もうなんかだから、政府、政府というか、もう国が言っている密になるなとかさ、うん、なんだっけ 5つの子とか1つの巣とかさそういうねあのさあれやりつまりやるなって行くなって言ってるところがさ東京のど真ん中で発生するわけですよそれがそれは絶対にそういうことをしちゃいけないって言っているものが7月の24日になると出現するわけよ東京都でそこに 行くなって言ってんのに、うん、また人が集まってくるってさ。うん、もうやってることと言ってること全く真逆なんだけど。ね、で、行ってもし、もしだ、コロナになって、うん、重篤になって、うん、もし本当死んじゃったりしても、うん、それは組織委員会としては一切責任は持ちません。じゃーんって、うん。危ないって言ったでしょって。 危ないって言うのかな組織委員会って。<laughs> ひでえなんて言うんだろうね。<ー> <laughs> ここはコロナで危ないですから来て来ないでくださいって言うのが普通だと思うんだけど、うん、ここはコロナで危ないですけど自己責任で参加してくださいって言うのか、うん、意味分からんな。うん、でも多分最終的にそういうなんか意思確認のさまあれするよ、うん。ボランティアに対してはね、うん うん。うん、まあ、てか、てか、でも、多分もうそれまでに、さすがに終わりますよ。だって、入場更新開会式はフルでやれっていうのって、バーコーツさん言ってるけど、うん、やっぱおかしいもん。安心、うん、安全とか言ってんのに。だから、えー、とりあえず営業マンとしては、あの、そういうふうに吹いといたけど、うん。あの、日本の組織委員会にはもう中止な、中止。で、フルで、 開会式やって、あの、できれば観客も全員入れて、ね。あの、削減できても5%、ね。あの5%だけ削減して、で、それで、えー、オリンピック、あの、やれと。できないんだったら中止だ。わかったか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 ってこういうふうに押し切ってくるんじゃないかなって思うけどね。うん、そうね。まあ、そうやって無理難題を押し付けると、うん、うん。だってお前がやりたいって言うからさ、うん、っね。うん。 でまあ向こうはそうしますよ、うん、うん、それで奇跡的にできれば、これでしめしめ北京もできるぞっていうね、うん,うん、うん、っていうふうになるだろうし、うん、まあ、でもなあ、やっぱちょっと難しいよね、まあちょっとっていうか、無理よ、無理、<laughs> 無,理無理、<laughs> 無理だよ、ね、だってさ、WHO に従うっていうふうにさ、言ってたじゃないですか、うん、でそれで WHO はなんて言ってるかっていうと、 えー、欧州は厳しい6ヶ月を迎える、WHO がウイルスで警告っていうふうに、うん、つまりあと半年はこういう状況続くぞって言ってるわけね、うん、半年後ってさ、今11でしょ、11でですけど、まあもう12<か>あ、12みたいなもんなんで、うん、12 5月ですね。だよね。5月の初めぐらいまで。<laughs> 続きますそれで5月の初めまでぐらいまでやる、うん、この状況が続いてたらさ、うん、もう予選も減ったくれもないじゃないだって、うー、んうん、できるわけがないよね、うん、だってね。ただ WHO としても、うん、自分たちが五輪中止させたっていうのは、うん、こ,ここもまあみんな同じでさ、うん、最終的な責任を負いたくないわけじゃない、うん、どうぞだから WHO も、どうぞどうぞ。 あ、いや、どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞどうぞ。あ、中止どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。いぞどうぞやい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 や、無理なの分かってるけど、あ、無理。どうぞどうぞどうぞ、みたいな、あれですね。はい。そればっかりじゃないいや、ほんとに。だからち h うもな、なんか中止勧告みたいな出さないと思うだいや、出さんでしょ。ね。うん。で、こうさ、間接的な、その、発表ばっかりやって、うん。察しろよ、みたいな。 っしろヨーロッパあと半年だめだって言ったろっていうね、うんうん、なかなか難しいって言ってるだろうって、うん、ワクチンも無理だって言ってるだろうって、うん、<laughs> 多分だからあの WHO のなんだっけあのえっとあの人<ん>事務局長テ、うん、ドロスさんそ,そうそうそう、うん、彼多分ねあのメールの、ね、CC に うん、これから、ああいう、ああいう、ニュースメールの CC にバッハとコーツを入れておけると。うん、CC でそれが、こう、届ける <laughs> 間接的に。面白いね。うん。じゃない、まあな。だから WHO 無理だとは、すぐには言い切らない。うん。とは思いますけどね。まあそう、重い手は、本当に。うん なんやろうね、本当に。しかし、この状況、この茶番劇が続けば続くほど現場が疲弊する。本当。だよね。うんもう、もう、私だったら、やっぱりオリンピック IOC から中止通達があったと、10月の段階で。で、それを菅さんがさっさと、あの、伝えてしまって、で、コロナ対策に全力を尽くしますと。いうふうに。言っちゃえばいいのにね、うん、なんか、安倍がなんか変なこと言って、うん、えー、呼んできちゃったけども、 あのコロナ対策に全力を尽くすんだと、っていいいうに言えばいいのそう、うー、んうん、そうなのよ。これするただ、だから、うん、まあな、とにかく、まあ、今までさ、うん、跳ねかけちまったのと、まだ諦めきれないね亡霊軍団がいるからさ、うん、まあ、そこ、それは自民党のね、あのいわゆる自民党の、うん えー、評伝でもあるわけで、そういう、ね。まあね。うん、うん。だから、とりあえず頑張りましたっていう、もう本当にもう、あの、いやー、俺、刀つきましたっていう、うん、ところまでやってみせる必要性があるじちゃあるよね、うん、やっぱね。そういう人たちに対してはさ。うーん,、うん。だって本当にな、観光業界なんてさ、ホテルなんて、まあ、 狂ったみたいに建ててあるからね、東京都内に、ね。いや、ほんとそうですよ。うん。オリンピあれはなんで立ってるかって言ったら、オリンピック用に立ってたんだからね。うんうん,うんうん。うん。すごいよな。本当にすごいいっぱい立ってる。うん。うん。ものすごい量を建ててますからね。ね安いのから高いのまでね。うん、あの、いろんな種類を建ててでさ。うん、三井グループなんかすごい建ててるよね。 まあ三井とか住友系はものすごい量を建ててますよ。うん、建、うん、ててるね。うん、びっくりするぐらい建ててるで。まあね、それがさ、まあでも、まあオリンピックだけじゃなくて、要するにインバウンド狙いで建ててたわけじゃ、うん。うん、インバウンドはもうないから。<laughs> ないからね。<laughs> うーん、あ厳しいよね。まあね、IOC としてはさ、えー、もう中止の通達難しいよっていうふうにね。 中止だわ、これはっていうふうに言ったけど、日本側が抵抗している、それは、多分、あの、二階さんとか菅さんは GoTo トラベルキャンペーン押し詰めてるじゃないですか。うん、菅さんとかすごいですよね。これだけ感染拡大してるのに、自分で記者会見開かないですもん。うん、全部なんかあの、西村とか加藤任せにさ、してて。うん、で、まあそれだけで逆にインバウンド需要っていうので、自分たちの支持基盤があると思ってるんでしょうね。 うん、だからか、あのー、オリンピックっていうのも、それの肝だから、いま、うん、だにそれがなくなったっていうふうに言いたくないんだろうね。まあないでしょうね、うん、ないって言ったらなくな、本当になくなっちゃう,からうんだ、うん、うん。期待を持たせておくこともできなくなるわけだから、うん、まだ今だと、やれます、大丈夫です、やれます、もう来年は V 字回復とかさ。<laughs> バカだ、<laughs> バカなこと言ってもさ <laughs>、とりあえずあるわけだ、オリンピックはまだまだね。あの、絵に、まさに絵に描いた餅があるわけです。そうそうそう。所、所詮、あの、絵に描いた餅なんだけど、うん、大丈夫社長だい夫来年 V 字回復 <laughs> 大,丈大丈夫、あ <laughs> 大丈夫、大きいボトル入れてみようみたいな、<laughs> なんかそういう感じで。そうそう。まあそういうことだ。<laughs> うん。 もうししてほしいわ <laughs> ほんまだから、中止にしない限りはさ、うん、そうやって、名脈をつなぐことができるわけだよね。うん、うん。あとやっぱりほら、銀行に融資とか、どこどこかに融資し、ね、もらいに来るんでさ、い、うん、やだ、絶対オリンピック、政府がやるって言ってるんですから。<laughs> うちは大丈夫ですっていうふにね。大丈夫です。うん、あと1億円貸してください。うん まあそれをね、金融機関がどう判断するかわかんないけど、うん、一応、理由づけの一つとしては使えるわけ,まあ、ね、わけですよ、中心に際しなければ。うんうん、だから、それでね、どこまで引っ張れるのかっね。うん、っていうことなんですが、はい、まあ、厳しいでしょうっていうね。うんうん まあ、そんなわけでね、IOC と、その現場はね、コーツさんが仕切っているので、そのコーツさんが、あの、かなり無茶ぶりを実はしてるんですよ。あんまり取り上げられてないけど。うん、<laughs> だって、開会式ってさ、そもそもあの、組織委員会の人たちからすると、削減案の肝みたいなところなのに、うん、いや、全部やれとかっていうふうに。うんね このうちなんかやっぱり、あのー、うんまあなんかオリンピックっていうのは、満員の観客が入って、開会式も閉会式も完全な形でできて、で、そして選手もみんな来れて、で、でもコロナが一人も出ない。そういうのだったら、やっていいよーって。<laughs> 言ったら、まあそれはもうギブアップでしょ。対、う、応、ん、<laughs> してほしい。ほんと。 通達は来てんだから。ない、できないよね、うん。そんな無理だもんだって。<laughs> 無理無理 <laughs>。ヨーロッパで大体今あらゆる競技みんな無観客でやってんじゃん、うん、なんで来年オリンピックだけは満員でできるって、そういう思向になるのかさ。うん、うん。やっぱり、まあだから適当なんですよ。謎すぎる。真剣に考えてない。本当に。真剣に考えてない。うん。 とりあえず、猿どものケツを叩けば何かが出てくるかもしれないね。うん。うん、まあ、ね、そんなもんでしょ。はい。まあ、だから、だけどね、あのー、オリンピック、でもね、最近の世論調査で見てるとさ、オリンピック中止とさらなる延期っていうのを合わせると8割ぐらいだったわけじゃないですか。うん。だけど、内村さんとか、森さんとかができるんだ、できるんだ、できるんだっていうふうに言い続けてったら、65%ぐらいまでは、 下ががっっちゃったのね中止と延期がうん、うん、だから、あの、anl 調査でそれが出てましたよ、うん、だから、あの本、ー、当怖いよね、<laughs> そういうの見てると。それぐらいね、ふわふわしたものは動くっていううん。うん、いや、これでこのふわふわした感じで動くんだったら、いろいろあの、オリンピックに関しては何度も言ってますけど、コロナの問題はおまけだからね。 うん、税金が何兆と使われてる。賄賂が投入されとる。あと、11万人のボランティアの人々の,あの危険性。うん、ここら辺がドッカーンとあるところにコロナっていうのについたわけで、こういう問題をなんか全部無視してや、やれる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 って言ったら動いてしまったら、もう日本滅亡しかないね。本当にも <laughs> も。もう、しょうが、もう、 これでもうオリンピックやれんじゃねえが半数以上になったら、もう亡命を考えます、私は。うん、もう。まあ、あとあれだよね。うん、あのー、ほら。うん、所詮、関東圏以外の人にとってはさ、うん、まあ、東京側がるってもやらなくても、まあ、俺たちどうせ最初から関係ねえしっていうね。ああ、そういうのもあるね。まあ、そういうのもあるから。 いやあなた方の税金も一人一万円ぐらい使われてるんですよ、そういう意識ないから。あ,<ー>あれは東京都民のお金だろうって、うん、俺たち関係ないだろうって、うん、まあ普通の人はそう思うよね、うん、うん、全然違うけど、<laughs> うん、全然違う <laughs> 普通の。普通の北海道に住んでいるあなたの税金も、沖縄に住んでるあなたの税金、鳥取に住んでるあなたの税金も、うん、もちろん等しく使われて,、ね、て,使われておんますら。 ね、今、オリンピック早めのうちに、いや、あんなに予算がね、かかるんだったら、オリンピック、やめとこうよって、ね、最初だって7000億でできるって言ってたんでしょうっけ。うん、ねそれが3兆に膨らんで、あもうやめやめやめ、もうそんなんだったら最初と違うからやめやめっていう風に言ってたら、大体ね、消費税8%から10%分ぐらいの税収使われてますから、うん。それがまず、つまり8%のから10%の増税は1年遅らせられたんですよ。 一年遅らせたら、このコロナのひどい状況の中で、消費税8%から10%の値上げしますって、さすがに俺言わんかったと思うよ。いやよね。そうするとさ、可処分所得が2%増えると大きいよ。ね。そういういろんなもの、本当があるので、えー、やっぱりこれに関しては問題ですよっていうふうに言い続けないと。ね。うん、あの、大事なことだなと思いますよ。我々のお財布からどれだけ税金が抜かれてるのかをきちんと公平に見ると。 俺はやめた方がいいんじゃないって。ね。早くギブアップしてよと思います。まあそんなわけで、えー、IOC は実はかなりの無茶ぶりを記者会見だけ見てると、メディアだけ見てると違うことを言ってるんですよっていうことを今日はお伝えしました。ね。あの組織委員会の内部の人たちがですね、本間さんに、えー、の内部情報をどしどしお伝えしますっていうふうな人たちが来ているので、もっと来てもっと来てください <laughs> はい。お願いします。はい。 どんなことが聞きたいですかちなみに組織委員会内部の人に、本間さん。うん。まあ、その人が、ほら、どの部署にいるかにもよるかしね。うん,う,んう,んうん。うん。うん。やっぱり、いや、聞きたいことは山のようにあるけど。うん,うん。例えば、だから、そのボランティアの扱い、今今、うん、どうなってんのかな,なう,んう,んうん。海外からのボランティアってどうなってんだろうとか。まあ、今日話したようなことに即した。こと聞きたいことはやっぱり聞きたい、ね。あとはやっぱり、あとあれ。 あの政府の連絡会議が言っていたあれは、うん、ほら、選手全員にあのハイヤーつけるとかってっ話は、<laughs> 実際問題としてどうなってんのかとか。絶対無理、あれはもう <laughs> 絶対無理だよね。いやと、飛ばすと、えー、都内のタクシーの3分の1から二えー、っと、えー、2割から3割を、 借り上げればできるよ。でも、簡素化ってどこ行ったっていう話になりますからね。はい。まあ、そんなわけでいろんな情報。まずはでもね、組織委員会の内部にいる人が、本間さんにね、内部情報を提供する場合は、えー、まあ、自分の周りはどんな空気感ですかとオリンピック中心に向けてと。 いうところでね、あの、本間さんに連絡をしていただけるととても嬉しいなというふうに思います。まあ、これからもね、多くのメディアは、あのー、もうオリンピックのスポンサーになっているから批判的なことが言えないので、きちんとね、伝えていきたいなというふうに思うので、よろしければチャンネル登録といいね、お願いします。あと、本間さん、クリスマスプレゼントちょっと早いですけど、<laughs> MacBook Air をみんなで買おうのキャンペーンなんですけど、とてもいいことがありました。うん、ほとんど集まりました。 うん、あとは、あの、ただですね、これから、えー、Mac のグレードアップをする。ね。あるいは他の Mac の、あの、モバイルのバッテリー、あの、持ち運び用のね、えー、ケーブルとか、えー、アダプターとか、まあ、あとケースとか、こういうものがどんどんグレードアップをね、あの、していきますので、えー、当然それもですね、あの、買えなかったら、私が払うつもりでいておりますので、<laughs> えー、 これね、3連休初日にとっていますが、3連休終わった後の火曜日の入金までの分を本間さんの看破としてね、あの、その MacBook Air 予算につけたいなと思っています。あーでもなーちょっとなんか MacBook Air だけだとお腹がなぁ、MacBook Air だけでお腹いっぱいになるかと思ってたけど、<laughs> デスクトップも欲しいなー <laughs> <laughs> なんちゃって。<laughs> 野望を果てしないな野望が。<laughs> 冗談ですよ、冗談。<laughs> ね。<laughs> はい。あのー、意外と私ね、本間さんに、あのー、ウェブカメラをつけたりですね。あ,、うん、あと、あの、本間さんに、ちょっとこれとかいいかもね。それ。これ。2万円のロジクールの超高性能マイク。ね、それすごいよね。音声がアップします。パワーが。ーはい、確かにいいよね。うん。あの、聞いててそう思うわ。うん。うん、っていうのとかもね、いろいろありますから。 はい。<ー>まあそんなわけで今日も読書っていうことで、えー、乾杯いただいた皆さん、そして、えー、いつも見てくださってる皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。